今日なんとね、いろんな無料報酬がゲットできるらしいから、ちょっとそれをね、紹介していこうかなって思う。まずは今日の朝の8時かなからキッド・ラロイさんのクリエイティブコンサートみたいな、なんだっけ、が始まったもんやけど、それを3ヶ月あるんよね、そのクエストってか、あのクリエイティブコンサート、それをね、12時間以内に入った人だけがこのラップをゲットできるらしいです。まあ、ちなみにアイテムが配られるのは2月4日らしいね。12時間限定。マジでね、これ知らない人本当にね、もったいないから絶対やった方がいい。あとはドラロイさんの新しいモード、まあ、クリエイティブコンサートが来る時と同時にいっぱいね、無料報酬がもらえるね、クエストが来るらしい。まあ、クエストってか、ロード画面とか、あとはあの BGM とかね。あとはね、この情報まだあんまり出てないんやけど、なんとね、さっき、ついさっきやね、なんと新しい新武器の情報が出たらしい。しかもこれ、キッド・ラロイさん関係かもしんないらしいんよね、この武器が。だから、キッド・ラロイさんのコンサート限定で使える武器とかなのかもしれない。これは、なんとも言えんけど、けどなんか新しい武器があるらしいね。あとは、なんとね、今日かまたは明日のアイテムショップにこのスキンが登場するらしい。まあ、ロッカーバンドにある。しかもこれ確か結構レアスキンだったような気がする。そんな感じかな。